翔平 TV サブチャンネル豪華プレゼント企画、サブチャンの方の登録者が1000人達成したらあるものをプレゼントしようかなと思います。はい、そちらのグローブが、こちらです。あ、光ってる。やばい、ピカピカ。まあ、チャンネル、サブチャンのチャンネル登録、もちろんです。で、そちらのサブチャンが1000人を超えたら、こちらのグローブをプレゼントという風にさせていただこうかなと思います。はい、で、こちらのグローブもね、まあ、コメントして、サブチャンの方にももちろん、コメントしてもらって、はい、その中でね、コメントしてくれた方からプレゼントさせていただこうかなと思っております。4月からまた新たに翔平 TV パワーアップしていきますので、皆さん、引き続きメインもサブもチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。お願いします。はい、どうも、りょうへいです。お願いします。ヒロとかこの前グローバーってやってたじゃないですか。それで、まあ、僕のを含めてより量を多くしてグローブオタク回答することができるのかということをちょっとね、ヒロとから挑戦状を求められまして、やっていこうかなと。ヘアバンドを目に巻きつけてサングラスしてるんで、マジで何も見えないどころか圧迫されすぎて目開けられないです。目隠し外した時めちゃくちゃ眩しいパターンです。本当に見えてないですっていうような感じなので、グローブ好きなのでなるべくヒロ君に負けないように、やっていこうかなと、チャレンジしていこうかなと思います。それではやっていきます。今回こちらですね、グローブは15個のグローブがあります。この中に何個当てれるかですね、チャレンジですね。もう何個当てたの？8個で6だよね。あ、7か。 OK、 ポンポンいこう。ポンポンいきましょう。じゃあまず1個目ですね。どれからいきましょう。まず1個目こちらいきましょう。1個目こちらですね。はめちゃダメなんだ。はめちゃダメ。ラベルもそう。これスラッカーです。正解です。自分で上目したからね。このバスケットウェーブと親指の芯がスラッカーらしくない芯にしたんで。上。はい。これバスケットウェーブ多すぎてめちゃくちゃ無理じゃない？確かに。2個目ははい。こちら。YGS。YGS ですか？本当に。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。リビカワベッチ。正解です。はい。3個目。こちらです。HUB だな。今宮。おお、正解。なんでわかりました？ポケットの深さ。おお。と土手ひも抜いてないのと順巻き。おお。そこまでわかりますか？さすがだ。自分がグローブ多すぎて今日どのグローブ持ってきてるか自分のグローブですら分かってない。マジですか？こちら行きます。お、ちょっと重量感ある。これはクロスウェーブ。クロスウェーブで、本田コーチモデル。うえ、世界っす。クロスウェーブのエッジ付き。さすがっすわ。あ、こちらですね。絆。世界です。なんでわかりました？バックスタイルとこのウェブのツーピース。うおー。と玉はみ。玉はみ。うん、そうね。ピッチャー用で玉はみ。あ、ピッチャー用玉はみしか持ってて。危な。賭けだった。賭けだった。これですかね。はいはいはい。DM。おお、正解です。早い。早い。ちょっと硬さ残ってるね。これいきまーす。バスケットウェーブのエッジだね。で、玉はみだね。ということはこれ指カバーが、あ、指当てが長いか。長くない。源田選手モデル。おー、正解。やっぱ指かけっすか？そう。いや、俺はこれに全く似たトレジャー持ってるじゃないですか、はい、トレジャーとの違いはここにあるかないか。はい、こちらバスケット。分かると思いますよ、亮平さんなら。土手紐がね抜かれてるのは分かったんだよ。で逆巻きにもなってるんだよ。だから多分で指カバーもないから、でもエッジもついてるんだよこれ。スラックかな。あ、やばい。はめちゃダメなんだもんね。そういうふりだ。わかんないふりをし。バスケットボールでしょこれ。はい。のエッジ付きでしょ。違う。そもそもね、俺スラッカーとトレジャー以外にと DM モデル以外にバスケットボールって俺が持ってたっけって言われる。嘘。考えんな、感じろ。でもさ、これ親指の感じ的に、小指の立て方だけで感じで俺のグローブっぽい感じもするんだけど、かわす的にちょっと待って、熟考させて結局考えてるけど、こういう方、分かった。スラッガーのトレンチウェーウェブ、ここだ、ここ。素晴らしい。なんで迷ったんですか最初。いや迷ったっていうか、持ってるけって今日持ってきてたっけ。ああ、そっちか。俺こんだけグラブ持ってきてるからさ、家であるの全部詰めたから。なるほどっすね。分かった。はい、グローブ正解。これですよ。これじゃん。ああ、正解。そりゃわかるっすよ。ああいう品質か。どうした。いやー難しいね。難しいっすね。あれはやっぱりつまずいたところは一緒っていうね。で、よく見たら違うんだよね。よく見たら全然違うんですよ。よくさんと違うんだよ。この前目隠しピッチング、田中さんとか北山さんとか坂口さんやったじゃないですか。僕あの時ピンと上に立ってなかったんですよ。グラグラしてるし。で今もう本当に手の感覚はいはいと、今回受電レザーなかったんで匂いも分かんないし。ああ、そうですね。でなんか僕に関してはスラッガーが多すぎて迷うっていうね。一回そこで持ってきたっけっていうのが迷いがあった。バスケットボールか。はい、ということで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではありがとうございました。それにしますか。それにどうしよう。これでいくか。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売。購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破。皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。